リエスティーゼ王国の愚かな選択に相応の報いをくれてやろう。すべての民を殺し、破壊し尽くし、この都を巨大な墓標とするのだ。だが服従を誓い、魔導国に利益をもたらす者にもまた相応の報いを私は与える。美しき姫のために戦う若き騎士の相手だってしてやろうではないか。第13話、滅国の魔女。さあ、我が慈悲を受け取るがよい。